捉えんのか。皆さんこんにちは。また深夜に放送しているグツでございます。今回はね、特別企画としてクソゲーラブという企画をします。これはどういう企画かというと、クソゲーを紹介するっていうそのままの企画でございます。みんながやってるようなクソゲーを紹介するんですが、僕の場合ね、全部ソフトに対してクソゲーとは呼ばないんですけど、僕、まあ、クソゲーでもやるんでね、クソゲーっていう言い方はしないんですけどね、今、現状でこれをやるかといったらやらないっていう感じで、そういう見方をしてクソゲーと僕は言ってるんですけど、今回ね、ゲームアドバンスのエレミックスという、アクションシューティングのゲームをします。これね、めんどくさいゲームです。めんどくさい。敵がすごく硬いんです。まあ、やりましょう。ニューゲームですね。一応、アクションシューティングですね。アクション要素が強いんですけど。で、結構ファンタジー系でね、ちょっとアクション RPG っぽいんです。でもね、面クリア制なんですよね。で、主人公はね、三つの力を使うことで、有利に進めることができるんですが、B ボタンを押すごとに、属性を変えることができるんです。火の属性、水、氷の属性、土の属性ですね。それを使い分けることによって敵をやっつけられる、やっつけやすくなるんですよね。で、まあ、それぞれの得意がして、水に氷を張ったり、物を壊したり、スイッチを動かしたりする、して、進んでいきます。ですが、このゲーム、難易度がすごく高いんですね。で、主人公の、能力が低いのか、すごく敵が硬いんですよ。で、まあ、クリアできない人も多分おると思うんですね。キャラクターがすごくでかく描かれてるんですよ。まあ、これ見たらわかる通り。で、こういう RPG 要素はあるんですけど、全くのアクションゲームです。あ、主人公は一応スキップ王子という名前がついております。で、これでまあ進めていくんですが、クリア制なんですけど、まあ、主に A ボタンで、まあ、こうやって街にも話しかけるんですけど、A ボタンで、攻撃ができるんですよ。で、パワーアップすると、A ボタンのため攻撃ができるんですが、通常今では使えません。で、B ボタンを押すと、属性を変えることができます。これ氷の属性ですね。攻撃も変わります。もう一回 B を押すと、土の属性です。で、輪を投げます。これは跳ね返るんですよ。で、これをうまいこと使いながら進んでいきます。こういう風にしてね。土の属性が一番攻撃力硬いんですよ。あ、攻撃力が高いんですよ。でも跳ね返るんで使いにくいんですよ。で、これ、今でも分かる通り、これ、敵がね、最終的にこれくらい硬いんですよね。これ、あ、壊すね。火だとこうやって壊すことができる。で、回避とかもなくて、自分で回避するっていう、まあ、まあ、敵も多いな。そうなの、敵も多いんですよ、これ。また多分、スクロールしたらできるかな。うわ、ちょっと待って。3番。これなんか使わないです。あ、じゃあ、そうなんです、これ。よし。あら、また復活しようと。あ、貯めれる？だけ貯める。よし。オッケー。あ、そうそうそう。これですね。火の魔法は物を壊して、氷の魔法は水を凍らせ、土の魔法は重いものを動かす。まあ、スイッチとかを動かすことができるってことですね。で、それは使い分け進んでいくんですね。これなんか。
これか。お、動いた動いた。わあ。そうそう、変身してる時はちょっとあのちょっとの差でも敵が発生するんですよ。あた、お前、あ、やめろ。あ、怖いな。ちょっと敵多いですね。はい、これ凍らせて。うわ、怖い。敵無視やん。いやー、敵多い。あ、うわ、あ、ダッシュできた。しゃね、よいしょ。敵がかな。あー、あいつずるいな。惜しいやな。ああ、どけ、危ない。あ、これ殺せ。あう、うわ、敵を、追尾か。あ、多いな数。あいつがバラ巻いてんのか。あ、そうやな。あ、欲しい。いや、これで OK か。お、あー、そう、やった、これでクリアかな。でもまだあのボス敵をやっつけて一面クリアですね。これ多分ボスかな。ボスがね、もう多分強かったね、クリアしたね。そうそう、これなんですよ。まだかな。あ、まずステージ、ここのステージするか。これええな。あれ動かせんか。うわ、すごいね。お前撃ってくんなよ。あ、無理かい、無理かい、無理かい。これ買うときもね、店の人が言われた。勇気ありますね。いや、そうなんだ、ごめんな。雑誌見てね、このゲームすごい面白そうや思ったんですよ。あの、映画好きやったんでね。あれ、なんか動くやな、絶対。ちゃう。あ、これか。カレーとか。カレー。いけそうな気がするけど。これか。このゲームね、あの、多分惜しいんですよね。もうちょっとさ、工夫したら。したらすごい面白かったんですよね。どっちやろ、これ行ったとこやね。こっちか。
してるか。うわあ、怖い。あれ欲しいな。わあ、俺欲しかった。じゃあ、炎が一番低いのか。ああ、お前で、ああ。硬いな。よし、あ、出た。さっきのあの赤色のやつを取るとレベルが上がる、レベルがあの貯めれるようなやつ。何？いけない。あー、怖いよ。こっち、これ、そうそうそう、何、これ痛いって。いらんこすんだね。あ、うね、怖い。うわ、相手で行くんだ。あ、なんか動かせれるな。あ、うわ、やばい。あ、いらんもんじゃない。どうやって行くんだ。いいじゃん。どうやって行くの？これ行ける？わかんのか。これなんかでも動いたよね。え、これもう行き詰まったんじゃない？行き詰まった。マジか？マジですか？これどうやって行くの？どうやって行くんだよ。から来たよね。あ、もしぶ。怖い怖い。よし。下か。あ、こ下か。行かれへんやん、これ。嘘つきやな。どうやって行くんだろう。俺の突破法がよくわからないけど。行かれへんの。ヒントがないんだ。だからね、スイッチ押したいけど。多分これが引っかかってるんかな。これか、いけんのか、押せれんのかい。うわ、でかいの来た。違うか。おーい、ひどいな、これ。あ、でも、だいぶ楽か。うわー。うわ、やめて。うわー。うわー、怖い。多すぎる。うわあ。お、ひどい。おい、お前先、先、よっしゃ、無理やりクリア。こんな感じかな。宝石までいっちゃおうか。案外おもろかったり。面白いねんけどな。難易度高いね。え、お前が言うなよ。体力ないんじゃない？ 1 個しかない。ほら、回復してないでしょ。これほら、多すぎる。いやー、
ちょっと多いって。なられやがらな。もう死ねやん。ちょっと。ああ、ひどい。いえい、死ね。あ、そう、ボムも一応使えるんですよ。そうだね。これはこれで。これがやりにくいな、今。ああ、怖いわ。自分が俺とか。これ、あ、継続は継続。どこだ。上か。上でも行かれんか。大気だ。え、ボスじゃねえの？うわ、ボスか。この状態でボス？ヘディス。うわあ、え、死んだ。うわお、ひどい。あ、おや、敵時間もないですね。あ、ジュリーだ。死ねえって、俺変かい。え、これ当たってる？当たれよ、当たれよ、当たれ。当たれ、絶対当たってない。当たらせるか。うわぁ、危ない、怖い。体力メーターで気をつけて、ああ。ああ、ずれ。あ、どうやってかわす？あ、ずれ。あ、こうか。あ、ずれ。あ、危ね。あ、ずるいぞ、お前。死ねえ。くそ。来い。早く来い。あ、危ない。あー、B が間に合えへん。え、これ死んだ？まだある？ある。よし。この方が死ぬ。うわ、全然低い。あう、危ね。来い。ずるいな。いや、それか。あ、ほんとだ。あ、嘘、当たってるやん。マジっすか。ダメじゃん。え、どうなった？え、コンティニュー。コンティニューどこもから。うわぁ、こっからか。きついな。え、でもあれやな、全部なくなってるやん。うおぉ、無理無理。うわぁ、全然つけなかったか。あ、危ね、怖い怖い。あ、ひどい。ウォークってできなんで、ウォークできんね。あ、前からそう。あ、ほぶね。あ、よし。これいけるなんだ。いけるね。行くよ。
出せるのかな。またしゃべる、またしゃべらんでいいよ。よし行くよ。あ、近い近い。あ、あ、ほんと。あ、クラッチ。いいが悪い。これが。危ない危ない。ちょっと。あー危ねえこれ。うわ怖。うわ。危ねえ。うわ工事じゃん。今がチャンス。ほら、死ねえ。あった。あーこれやばい。あーやられてる。ホーリー。よっしゃ今がチャンス。あーあー何何あーこれ。あずれ。あ、チャンスチャンスチャンス。あー、嘘。逆に利用された。ぜひ。これ以上か。これ死んでくれたんやけど。倒した、あった。ああ、くすらいこのゲーム、やっぱり。最初でこれか。これでクリアですね。きついゲームです。いや、全然使いこなせないけどな。セーブしとくか。一応セーブはできるんですけど、この状態でのセーブですね。まあ、ゴリ押しゲームですね。セーブできてはないか。あ、そうだね。これ。待って。多分ね、再開した時に能力メーターの取ったやつが全部下がっちゃうんで、結局フリーな状態で始まるんですよ。多分コンティニュー回数も決まってたような気がするんですけどね。なんかね、最後までいけないんですよ。難しすぎて。途中、ボスの強さと、敵の硬さと多さ。で、キャラがでかいからね、食らいやすさと、無駄に回避ができない。まあ、これも敵時間を利用するしかないんですけど、とっさにできないんで、このダッシュの回避か、難しいですね。
ょっと実況しにくいゲームとなっております。今回は以上です。また希望があれば続けてみようかなと思います。今回はどうもありがとうございました。またちょっとずつ基礎ゲーの方ね、実況にはちょっと向いてないとか、今更やってもちょっとやりづらいっていうのゲームをちょっと紹介していきます。今回はね、ゲームアドバンスソフトエレミックスでした。まあ、やれば面白いんだけどね。皆さんちょっとまあ探してみてはどうですか。ちょっと多分安いと思うんで、まあね、難易度難しくてやりごたえあるゲーム探してる方はちょっとおすすめします。グズでした。また見てね。